去年3月11日に起きた東日本大震災から1年の節目を前に、被災地の様子を伝える報道写真展が、6日、松山市大手町1丁目の愛媛新聞社で始まりました。東日本大震災の報道写真展は、去年8月に続いて2回目です。愛媛新聞社の記者およそ20人が、今年3月3日までに被災地で撮影した写真や、 岩手県の地元市岩手日報社からの提供写真などおよそ150点を展示しています愛媛新聞社は岩手県や宮城県などを訪れ陸に乗り上げたままの大型漁船や津波に壊された鉄道の橋脚など震災の爪痕を切り取った写真を並べています岩手日報社からは新聞協会賞を受賞した大津波の連続写真のほか 日常を取り戻そうと懸命に歩む被災者の表情など、新たに提供された写真も展示しています。写真展は土曜・日曜・祝日を除く4月6日までの開催で、時間は午前9時から午後5時まで、入場は無料です。